前、死ぬ前に何か言うことはないか。可愛いですよ。全体的に子供、いえまだ幼い感じなのに胸は結構あってエロいです。違うんです、誤解です。この死ね物が、騎士団の3年生が留守中だからって風呂場で痴漢行為とは、いい度胸だね君。よせティルファ、今回のは不幸な事故ということでいいのよね。旧帝国王子ルクス・アーカディア君、この子にそんな度胸ないわよ。はい、本題ね。一般的に男性よりも適性が高いと言われている女性ドラグナイト育成のための女学校なんだけど、ここで働いてもらおうと思って。ちょっと待った、私はまだその男のことを認めてはいないのだが、この学園で働かせるなんてありえない。君はあの時の本件の被害者であるあなたに任せるわ、リーズ・シャルテさん。だったら私と勝負しろ。無敗の最弱という異名で知られているそうよ。変態男のくせに無敗だと。私に負ければお前は犯罪者として牢獄行き、勝てば無罪放免で働いてよし。リーズ・シャルテ・アティスマータ、お前の帝国を5年前に滅ぼした新王国の姫だ。よろしくな元王子様。私がなぜお前に勝負を挑んだと思う？僕が旧帝国の王子だから。私に勝ったら教えてやる。新王国第一王女リーズ・シャルテ様対旧帝国元第七王子ルクスロン。我が剣に従い飛翔せよワイバーン。ただのワイバーンか、ルクス・アカディア。真相キル。踊りは得意か、ルクス・アカディア。その壊れかけたワイバーンを解除してもう一本のソードデバイスを使うがいい。こっちの剣は使うわけにはいかないんだ。ならこの場で果てろ。神の名のもとにひれ伏せ、スプラッシュ。終わりだな、没落王子。こんなことで私が負けるか。どういうことだ。ハウリングロー、ルクス・アカディア。アーベスに汎用気流で向かってくなんて無茶すぎ。あいつ、リーズ・シャルテ様、一つお願いしてもいい？あのアビスは破壊できません。だから地上に降りてあなたが敵を狙ってください。当てにさせてもらうぞ、没落王子。どこだ。で、攻撃を受けて敵の隙を作るとは、私を助けようと守ってくれようとした男なんて、傷が痛むのか。